はい、今日は11月19日、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。今日帰ってきて夕刊見ましたね。読売新聞のトップ一面に大きくビッグニュースと、私にとってはビッグニュースなんですね。建設残土の不法投棄調査、50市町村対象、災害時崩落の恐れ。このようにして、ね、第一面に報道されましたね。今日の夕刊です。この政府がようやく産業廃棄物、ね、この投棄場所、要するに捨て場ですね。この資本主義社会において、私たち日本国のね、資本主義社会において先進国となったその最初のね、お金儲けしたものは何でしょうか。製造ですね。日本国が先進国となったね、経済大国となったと言われるゆえんはものづくりですね。これが基本ですね。ものを作ってそれを売ってお金儲けをして、ね、今の、現在の、ね、このみんなが、ね、生活のできる国になっている。さあ、その中で一番忘れられてきたことが、ね、面白いですね。大企業、一番のね、全世界にあの名前をね、轟かしている、パナソニック。松下電器ですね。この松下電器のね、工場の跡地、今から3年ほど前ですね、門真氏が松下電器のね、工場の跡地を三井住友銀行を通して買う、250億円で買うというね、話がまとまっていたんですね。門真氏が買うためにね、要するに、あ、ごめんなさい、三井住友がね、銀行が、不動産がそれを買い取って高層マンションを建てるっていう構想のもとにね、その松下電器、現在パナソニックですね、この会社から三井住友不動産が買い取ってそこにマンションを作るということが発表されたので、門真氏はね、本当に喜んでいたんですね。ところがそれが俗に言うぬか喜びになったんですね。その原因は何かと言いますと、住宅を建てるためにね、要するに売買するときに松下電器があったところの土壌検査、地質検査を行ったわけなんですね。ところが検査したところね、何万倍というね、ダイオキシンやね、PCB やさまざまなね、窒素やそのような公害があることが分かってきたんですね。そのために白紙になったんですよ。ね。さあどうですか。最初にね、言った通り、ものづくり、ナショナルそうですね。ものづくりでお金儲けをした、ね。世の中うまいことなっているもんですね。風吹かば桶屋が儲かる。つまり、ね、買ったと言っていた、あのパナソニック。自分の持ち物を、土地を、250億円でね、不動産屋に売ろうとしたところが、
土壌調査を行った、地質検査を行ったところ、ね、途方もない土壌の汚染が発覚して、物を建てるにはその土地すべてを入れ替えしなければならない。ね、土壌改良ですね。ところが、それを掘り起こしても汚染された土ですから、どこへ持っていくんですか？処分場がないんですね。そして私がね、このライブで何回も申しております。昨日もお話しましたね。そして何回も言っている大阪市のね、下水道工事。ここでね、大量に出てきたアスファルト産業廃棄物ですね、露体の産業廃棄物、これをね、処分場として持っていくところがないんですね。そのくせに逆に国はね、さまざまな土壌検査の中でね、検体っていうね、要するに検査して土壌の検査をしてね、最終処分場の許可ね、産業廃棄物処分場といったらなかなか許可がおりませんね。業者さんがみんな探しているのがね、山やら谷なんですね。そしてもう田んぼね、稲作を使わないね、一段下がったようなところの田んぼの埋め立てね、これをするためにね、そのようなね、公共工事やさまざまなところから出た土壌ね、土砂ですね、解体したものをね、コンクリートの柄、さまざまなものを捨てる。ね、ところがその捨てる場所がない。ね、場所がない上に、日本の国はね、片方だけ、例えば汚染反対、ね、環境、ね、私も環境のさまざまな活動をやっていますけども、ね、要するに、必ず産業廃棄物処理場を作ろうとしたら、地元の人たちやね、違う団体から、反対が持ち上がる。反対運動が持ち上がるんですね。簡単に言うならば、もう下で田んぼも畑も作っていないではないか。ほとんど住宅になったではないか。だからそこの谷を埋めても、ね、排出する、ね、水は、出てくる水はね、飲まないではないか。だから谷を埋めてもいいではないか。ね、物事は簡単ですね。しかしそういうところでさえもね、この水が汚染されるからそのような許可を出してはならないという反対運動が持ち上がるわけなんですね。そしてこれを私たち日本国はね、環境省は放置してきたわけなんですね。物は作ってね、いくらでも作って売れる。さあね、ドイツやヨーロッパの方ではね、物を作るときに、ね、これを最後に使わなくなったときにね、廃棄するときに、どのようにして廃棄しようかというところまで設計されるわけなんですね。さあ、日本のね、この原点一番、今ね、政府がね、難儀していることがありますね。あの放射能、福島の原発の放射能のね、ニトロニウム、あれをプロトニウムですか、これを最終処分場を作っていたならば、そこで処分ができたわけなんですね。それが青森県の六ヶ所村なんですね。しかし途中で飛んだし、その工事は進んでいませんね。この物事をね、便利に便利に、きれいに美しくなったら、誰でもお金を出してそれを買う。例えばマンションできた、それを買う。ね、しかし、年度が経てば、年数が経てば経つほど、そうですね。大阪府でも、ね、あの、千里ニュータウン、万博の時からね、ものすごい団地、ね、高層団地が建ったわけなんですね。あれが昭和45年ですね。ね、あれから昭和45年、ね、万博があって、それから50年経ちました。ね、
そしてその頃はね、5階までは、5階建てまではね、エレベーターがね、つけなくてもよかったんですね。しかしどうですか？私らのようにね、70を超えた人たちが買った。それをね、若い人たちが買った。ところが、住んでいる人は50年前ですから、25歳、30歳で買ったにしてもね、50年、80歳ですよ。5階ね、若い時には見晴らしええなぁと。階段5階まで上がって何ともなかった。しかし、80歳、90歳になって、階段5階まで上がることは生活がほとんど不可能になっていきますね。そして、耐震、耐久性が50年経ったら、ね、建て替えの時期に来ている。ね、さあ、潰した。その潰すのをどこへ持っていくんだと。ね、捨て場がないわけなんですね。そのくせに国は、環境省は、ね、残土、例えば産業廃棄物、あ、こんばんは。ね、その産業廃棄物の、ね、中において、様々な基準をね、分析して、確かね、今31か32種類、ね、最終処分に、ね、許可を与えるには、32種類の分析したものをね、最終処分場で、当然、ダイオキシンや PCB やアスベストですね、こういうね、最強毒物発がん性物質と言われる、私たちの身近にあるね、毒物発がん性物質ですね。これを最終処分場に持っていくのにね、国はなかなか許可を下ろさないんですね。産業廃棄物の処理場と。ならば、これからね、ビルの解体、建築屋さんの解体ね、事業など、ね、毎日解体してね、行われている。しかしそれを持っていく処分場がない。ね。ごく今の現状でね、5年ぐらい前までですと、2トン車でね、産業廃棄物積んで持って行ってもね、1万円か1万5千円ぐらいだったんですね。高くて2万円だったんですね。ところが現在ね、持って行ったら、中間処理場会社で、処理場ですよ。中間処理場に持って行ってもね、5万から6万円。と言われるわけなんですね。粗大ゴミですよ。ね。今まで1万5千円か2万円だったものが、ね。捨て場がないということで、ね。5万円から6万円に値上がりしてるわけなんですね。当然、ね。依頼者に、ね。持ち主の依頼者に、発注者に、しわ寄せきますね。国は、物は作ったが、その、不要になった時の解体した時の捨て場を作ることを放置してきたわけなんですね。これが資本主義社会の日本の一番悪い汚点を残してきたわけなんですね。今になって様々な不法に、ね、違法に、ね、土砂や、ね、瓦礫を山積みにして、ね、そして様々なところでトラブルになっている。さあ、ついに状況のね、勇敢で出ましたね。産業、ね、建設残土の不法投棄調査。ね、調査ということは、ね、こういうことにね、ようやく国がね、号令をかけて動き出した。私は以前から言ってますね。資本主義社会の一番悪いところは、金儲けをしたもの、先ほどね、あの、ナショナル、パナソニックの跡地ね、誰も手をつけることができなくなったんですね。汚染された250億円で三井住友不動産が買うと、その土地を買って高層マンションを建てますよと発表した。門真氏はね、ああ、高層マンションを建ててくれた。人口は増える。ね、住民税は増える。固定資産税は増える。喜んだわけですね。ところが、そのパナソニックの工場のあったところは、ね、最強の、ね、汚染土がであることが発覚して、さあ、そこを買い取っても、その土壌をすべて処分するのにね、莫大な金費用がかかるわけなんですね。
さあナショナル儲けた儲けたと言いながら自分たちの土地を汚していてしまったね。この環境法が決まったのが確か平成11年だったと思うんですね。11年12年にね、環境法っていうのが決まった、リサイクル法ですね。これに全てのものが、要するに以前からね、20年30年前からね、あの熊本のね、窒素問題からね、出てきた水俣病と言われるああいうところが出てきたね、40年50年前ですよね。その時から放置されてきた私たち日本国のね、産業廃棄物のね、規定もなかったですからね、今から30年40年前にね、埋め立てされたところに掘ったら何でも出てくるんですね。何でもね、話しましたね。あの兵庫県のスズラン台、有馬のスズラン台ね、何で埋めてあるかって言ったら、家庭内生ゴミをね、毎日ね、灰油をかけて火をつけてものすごかったんですよ。あの異様な匂いとカラスの大群ですね。当然家庭内ゴミを運び込んで火をね、野焼きして、そしてその燃えた後に山を削ってあれ埋めてるんですね。あのスズラン台というあの町、一大ね、町になっていますね。それが今から50年前はね、山の谷ね、何にもなかったところを谷にね、造成して、そこに家庭内ゴミ、さまざまなゴミをね、兵庫県大阪府から持って行って、それに火をつけて燃やして、その頃そうですね、焼却場というものは今でこそね、全都道府県にね、市町村1700市町村に焼却場というのが設置されていますね。しかしその自分はありませんね。どこへ捨てていたか、谷とか山の愛とか、そういうところに埋め立てしていたんですね。その典型的なものが、私がね、記憶にあるのは、あのスズラン台のね、今大タウン地になっている下の土壌の埋め立てしたものは、家庭内ゴミを持って行って火をつけて燃やして、その上に山土をかぶせて、そしてあれが一大プロジェクトで町になっているんですね。全国のね、タウンというところほとんどがそうなんですね。そういうことをやっていたところに、現在次から次へとね、もう50年経った60年経ったマンションね、一大ブームとして一気にね、共同成長のね、なった、そのマンションができた、それを解体する、解体した瓦礫ね、それを捨てるところがないね、それを作らなかったんですね。そして許可もね、与えていない。今ね、いくら申請してもね、ちょっと今の世の中ね、おかしな不思議な変な世の中っていうのは、少数ね、少数意見を大事にするね。例えばね、さまざまなテレビのコマーシャルでもそうですね。ね、あなたね、私作る人、あなた私食べる人とね、お母さん奥さんがラーメンを作ってね、主人が私食べる人、私作る人、あれ女性がね、作る人だってそれクレームがついて、あのコマーシャルストップになりましたね。そのくせに、あのもう一つね、おかしく思ったのは、焼肉のタレかなんかんだね、バン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 晩餐会なんとか言ってね、おばちゃんが来たら、今日休みか言ってシャッターをバーン蹴ってね、今日休みか言ってバーン蹴っていく、それずっと放映されていましたね。このね、矛盾ですね。そういうところで産業廃棄物をね、処理場を作ろうとしたらね、必ず反対運動が起こる。そのために作ることができない。ね、今からね、約20年ほど前にね、あったんですね。
25年ぐらい前ですかね、25年ぐらい前にね、岡山県と奈良県を巻き込んだね、最終処分の建設反対でね、岡山の西日本テレビがね、やらせを報道した、このね、西日本のテレビ放映ニュースは大阪ではね、放映されませんね。奈良でも放映されませんね。しかし岡山では大変なね、一つのプロジェクトがあって、産業廃棄物の処理場を作るということで、大反対運動を支持して西日本テレビがそれをね、追っかけて、ね、スクープしたんですね。ところがそのニュースとして報道さ、報道番組ですね、報道したのがやらせのね、報道であったということがね、バレたんですね。私らの活動において。ね、しかし今ね、本当にね、建築屋さんは困ってあるんですよ。ね、よく聞きます。ね、解体しても残土やね、瓦礫を捨てるところがないんやと。ね、許可をね、国に申請してね、処理場を作るにしてもね、許可が下りない。ちょっと反対運動がね、役所にガンとねじ込んでいったら、申請された途中まで行ったやつもストップしてね、ダメになるんですよ。ならば建築屋さんね、なんとかしてね、自分たちの生活、社員の生活かかっていますからね、だからといって捨てるとこがないからって仕事を断るわけにいきませんね。受けた仕事は行うね、しかし捨てるところが限られているんで料金がむちゃくちゃ高くなりますね。そのためにね、違法にね、残土しかね、捨ててはならないところにね、それに混ぜて瓦礫や様々なね、アスファルトの廃棄物をね、産業廃棄物を投入して捨てているっていうことが、ようやくね、ここにね、これね、困ってきたのはね、関東ね、この前の台風19号で東京、神奈川県、ね、栃木、千葉、あの辺に直撃したから、こういうことが動き出したんですね。あの瓦礫を処分するところがない。ね、こんなことは、ね、私が言いますように、私たちの国が、この発展途上国、ね、先進国と言われるところが、ね、これを放置してきた。ね、このリサイクル法ができた原点を市民の皆さんご存知じゃないと思うんですね。私は何でもや便利屋をしていますから、ね、その時にね、平成3年、5年からね、まだ平成になってからもバブルがね、全盛期でね、伝ってはきましたけども、ね、残っていました。ね、平成10年ぐらいまでは。その時にね、平成 10年ぐらいですかね、十何年ですか、北京オリンピックありましたね、中国の。これに向けてね、日本国で、粗大ゴミの日、ね、燃えないゴミの日っていうのがあったんですね。この東大阪では水曜日、必ずね、4地区で、東大阪東西南北と分かれていて、第1水曜日がどこの地区、第2、第3、第4と決まってんのね。そこにね、テレビ、ね、冷蔵庫、洗濯機、何でもね、燃えないゴミの自転車からね、ラジカセから、で、アンプから何でも皆さん捨てていたわけなんですね。それをね、すべてね、原型のままあったら何でも買い取るバイヤーがいてたわけなんですね。それすべて買い取ってコンテナに積んで、そのね、北京オリンピックのために全部中国へ送っていたわけなんですね。ところが阪神大震災でね、港が、神戸の港、そうですね、船がつけなくなったね、大阪の吉松っていうね、港もそうだね、南港もそうだった。その粗大ゴミが拾った電化製品、廃家電ですね。日本で言うたら。
その廃家電を中国に送っていた。中国はそれを解体して、側はいりませんね。例えばテレビがね、何万台と言って送られました。さあ、中の部品だけを取って、その中国へ持って行ったね、業者は、外のカバーですね、あのプラスチックの。このカバーだけを、ね、治外法権のような谷に、中国の谷全部捨てていったんですね。そうしたところに、平成7年の1月17日、あの阪神大震災で、その廃家電がストップしてしまった。さあ、ここからなんですよ。ね。この今までね、中国は日本から流れていった廃家電の部品を全部取っていて、その側だけを谷へね、業者が全部捨てていた。ところが、オリンピック、ね、やるからって、それバン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 受け入れたりしたものがストップしたためにね、今度は何とかして日本を脅し取ろう。ね、このね、恐喝前がいなことしてね、日本から金を取ろうと思うのが、思ったのが中国の政府なんですね。何を言ってきたか。ね。日本はね、中国にゴミを持ってきて捨てていると。その証拠がこの谷に埋まっている。ね。あの、テレビのね、ブランカンの抜いた後のカバーには、ナショナル、日立、すべてマーク入ってますね。ソニー、なんとか言ってね、全部メーカー入ってますね。この業者が、ね、日本は出どころは当然知ってますね。粗大ゴミとして出したもんですよ。だからゴミを中国に掘りに来ていると、掘っていると。だから中国政府がこれを処分するから、片付けるから、800億円費用がかかるからそれを日本に払えって言うてきたんですね。そこで慌てた日本政府は、えらいことだ。ね、市給にリサイクル法を作って、ね、日本国中にリサイクルプラントを作らなきゃダメだと言って、速急に出して、50億、70億の国が出してですよ。東北、関東、大阪はね、ナショナルとソニーでしたかね、2社で兵庫県の竹の社5万坪ですよ。ね、そこにリサイクルプラントを作った、行ったわけですね、日本全国に。50億、70億の金を出して、それはなぜか。中国に、ね、中国に掘っていったものを、中国が処分、自分のところで処分するから、それを掘り起こして処分するから、800億円出せ。中国に800億円出せ言われたら、これからも先も大変なことになる。ということになって、初めて政府は動いたんですね。今回そうですね。この今日の新聞ですね。建築、ね、土砂の不法投棄、調査。ね。つまり、ね、自分たちの東京のお膝元で大被害が発生した。ようやく政府は気づいたわけなんですね。私は連日、ね、あの万博博覧会をやる大阪の夢島には産業廃棄物をね、自分とこの市、大阪市が、ね、発注した工事でアスファルトやコンガラ、すべてのものが違法投棄されているではないか。ね、これを調べようとしないのが大阪市役所なんですね。そして大阪府警もいくら証拠を分かっていても、私昨日見せましたね。500枚からのあのマニフェストのね、偽造されたものを新聞で報道されても、私が証拠処理を突きつけても動こうとしませんね。おかしな、不思議な、変な国になっていることをね、このような活動をやって仕事の中で見出す。さあ、市民の皆さん、自分たちの政治行政に今、注目する時が来ているのではないでしょうか。こんばんは。本当にね、この新聞、私は小躍りしていますよ。私が今までやってきたこと、ようやく政府がね、動き出したな。ね、これから楽しみにして、また活動を続けてまいります。こんばんは。ご清聴本当にありがとうございます。おやすみなさい。